こんにちは。ボンクスのセットアップについてレクチャーします。まずはアプリストアでボンクスと検索しダウンロードしましょう。ダウンロードできたらアプリを開いてセットアップを始めます。ボンクスグリップ本体の裏蓋を開け、シリアルナンバーを確認します。確認できたら電源ボタンを長押ししてボンクスグリップを起動します。 LED がオレンジ、緑に点滅したら Bluetooth 設定画面を開いてペアリングをします。ボンクスグリップと同じシリアルナンバーをタップして接続します。耳への装着の仕方は、まずイヤーキャップを耳の中に入れます。その次にイヤーループを耳にかけるようにすると装着しやすいです。イヤーキャップがきちんと耳にはまっていないと音が小さく聞こえたり外れやすくなりますので、きちんと奥まで差し込んでください。マイクと通知に関してのポップアップ表示を許可します。再生ボタンを押して音が鳴るか確認し、声を出してアプリに反応があれば OK。 最後にニックネームとアイコンの設定をし、セットアップは完了です。以上、ボンクスのセットアップでした。